はい、こんにちは、レイキュンです。今日は5の10の解説をしたいと思います。パーティ編成は重装1、戦法1で医療は2で、医療のうち1人は複数回復できるパフューマを入れてます。で、術師が2で、スチュワードは、防御力の高い敵を狙うので最初のねクラッシャーを倒すために入れております。で、狙撃が3で、前衛がメランサとムース。ムースも最初のクラッシャーを倒すために入れておきます。とても強いです。で、最後のファウストにもめちゃめちゃ攻撃が通ります。で、差し込み用のグラベルと。はい、それでは行ってみましょう。さあ、メフィストが出てきました。その後からクラッシャーが出てきます。はい、ここ先方上向き、上側も通るので上向きで置きましょう。で、ここすぐ置いてくださいよ、すぐ。はい、ジェシカをここ右向き。はい、メフィストを攻撃します。ここで、はい、こういう感じでメフィストを攻撃してくれます。で、そのために先方ここに置いてるんですよね。で、狙撃入れます。で、後ろに、先方とか重装を置くとジェシカがね、その雑魚を攻撃するのでここで食い止めます。で、ここでスチュワードで、スチュワードは雑魚を無視して防御力高い敵、いわゆるクラッシャーを狙ってくれます。ここで1体倒してくれます。はい、で、次はさあ遠距離から白雪登場。はい、あっちのレーンが、メインなんですけども、ここもね通ってきた敵を攻撃してくれます。はい、次はですね、はい、ギターの行きましょう。これもね両方の通路に入るように入れます。で、次にパフューマ、これ右向きで、ジェシカ狙撃が、ダメージを受けるので、これ右向きで入れましょう。パフューマも、どっちのレーンも、はい、ここでムース入れましょう。で、スチュワードを撤去させて、さあ、ファーストが来ます。で、はい、医療を上向きで、で、ここで重装を置きたいんですけども、もうコストが間に合わない場合は、はい、グラベル。待ってましたとばかり、最後に置いた敵をファウストは狙うので、はい、もう間に合うときはすぐ今グラベル置いたところに重装を置いてください。はい、こういう感じでね、はい、弱攻撃みたいな感じで来るんですよね。で、その後強攻撃みたいになるんですよね。で、弱攻撃は、普通のキャラでも さあ、ここ白雪、このブッチャーじゃなくて、この何でしたっけ、クラッシャーが来る前に使っておいた方がいいです。はい、ここは白雪とギターノのスキルで余裕ですね。はい、大丈夫です。で、メフィスト、ジェシカが頑張ってチクチク攻撃してますけど、最低ここで倒せないとちょっときついです。できれば最初のクラッシャーの前に倒したいんですけども、ここで、はい、ジェシカが倒しました。はい、ここから雑魚がどんどん来ます。はい、下からクラッシャーが来てますよ。で、ここで白雪、早めにスキルを使っておいたら、はい、スキルが戻ってきてるので、ここでミュースもね、スキル一瞬に消し去りますからね、クラッシャーを。はい、もう届きません、もう足元にも及ばない、ミュースめちゃくちゃ強い。さあ、ここから来ますよ。この敵強いんですよね、このロンゲの敵強いんですって。はい、どんどん行きましょう。で、ファウストがちょっとあそこに隠れてますね。で、あそこで強攻撃の後、ここ強攻撃の後、はい、ここで攻撃しましょう。強攻撃の後は弱攻撃がね2回ぐらい来るので、ここでちょっと削れます。でも、このちょっとが後から大切なんですよね。
はい、ここから敵がどんどん来ますよ。で、上がね、結構敵が強いね。で、すり抜けちゃうんですよね。はい。で、危ないなと思った時は、グラベルを差し込んでください。はい、こういう感じで、ちょっと何体いるか見えないなっていう時は、こういう感じでね、ちょっとだけずらすだけで大丈夫だと思います。はい。さあ、出てきましたよ。ファウストが。これまだ、スキルはまだ使うのやめましょう。まだね。はい。また差し込みましょうか、グラベルを。はい、こういう感じでね、危ないときは差し込んでください。そろそろ行きましょうか。行きます。はい。とりあえず、はい、行きましょう、行きましょう。はい、一気に行きますよ。はい。とりあえず、このファウストは硬いんですよね。硬いんですよね。で、できれば強攻撃の後に出したいんですけど、まあ、とりあえず攻撃の後に、はい、これメランさん、左向きですね、左向きに置いてくださいね。今右向きで置いちゃいましたけど、左、はい。で、ムース一気に、ムースが一気に殴り倒します。はい、もうね、めちゃくちゃ強いムースは。はい、余裕で倒せます。こういう感じでクリアとなります。まだクリアされてない方は頑張ってクリアをしてみてください。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは次回強襲攻略動画でお会いいたしましょう。